皆さんこんにちは。今回は先日行ってきた沖縄を副音声付きで Vlog にしてみようと思います。まず1日目ですね。関空から行くんですけど、空港コーデのご紹介から参りたいと思います。今回は全身自由ですね。前日に買いました。で、なんかこの赤の、まあ、これトップス可愛いんですけど、この下の赤のまだ出てこない、これですね。この赤のニットのスカートが本場はセットアップなんですけど、別売りも可能で1900円ぐらいで買っちゃいました。で、このワッフルがなんか熱々みたいな感じかもし出してたのに、普通にマネキンのパックで、ちょっとマネキン美味しいんですけど、美味しいです。マネキン美味しいです。はい、ということで今回の宿泊先はハイアットリージェンシー世良垣になります。空港からタクシーで1時間くらいのところでですね。で、お部屋もいくつか種類があって、今回はなんだっけ、ビーチハウスっていう目の前が海のね、お部屋に宿泊しました。で、まあレストランとかロビーとかがある本館まではいちいちトゥクトゥクっていう乗り物に乗って移動するんですけどね、まあそれもそれ楽しかったです。ただ私、世の中で2番目に嫌いなのは風で、まあ、風全開に浴びるんでね、ちょっとそれがあれなんですけど、ちなみに一番嫌いなのはゴキブリです。で、こちらこの日の晩ご飯の沖縄料理でした。はい、2日目です。今回ですね、コロナの影響でこの提供されるスタイルの朝食やったんですけど、まあ、バイキングやっとって野菜とか取らんし、むしろビタミン感強めで良かったです。で、ホテルのオムレツ大好物なんですけど、今回余裕でフレンチトーストの圧勝でした。私の中ではね、ホテルオークラを抑えて今トップに躍り出てるんですけど、で、このトゥクトゥク乗るときね、一時台用意してくれる、めっちゃジェントル行き届いてますよね。で、まあそしてこうやってまたホテルに戻っていくわけです。で、そして今回ね、今回のあれですよ、メインはこちらのワンピースとなっております。シスタージェーンのワンピースなんですけど、スカートもなんか実はこうやってスリット入ってたりしてて、なんか説明するまでもないんですけど、めちゃくちゃ形が可愛いんですよ。もう可愛い。はい、ということで写真撮りまくって、まあこの後は朝一から狙ってた紅芋のタルトを食べにカフェに来たんですけど、もうこの時2種類ぐらいしか残ってなくて、14時ぐらいで、もう商売っ気なさすぎるところも、まあ沖縄のいいところだなって思いながらね、はい、スーパーに行くわけです。スーパーもこれが2回目ですね。このクズ湯がめちゃくちゃ美味しかったです。買って帰りました。で、この日の晩ご飯はルームサービスでゆったり食べました。さあ、そして早くも最終日となりましたけれども、まあ、最終日はね、まあ、またこうやってトゥクトゥクに、もう朝一なんで顔やばいんですけど、揺られながら朝食をまた食べに行きました。まあ朝食割愛なんですけど、最終日なのでフレンチトースターをおかわりしました。めちゃくちゃ美味しいんですよ、本当に。で、なんか朝マジでこれ早すぎて朝日見れたレベルなんですけど、で、お昼ぐらいには帰りましたね。で、最後にこの沖縄ぜんざいってやつを食べたんですけど、下のこの小豆かと思いきや黒糖、あ、まあ、小豆も入ってたんですけど、黒糖なんですよ、下のベースのあれが、地層の下の部分みたいなところが、で、黒糖でめちゃくちゃ美味しかったです。ということで終わりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。また Vlog も副音声つけて更新したりするので、ぜひ見てみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。